こんばんは。あ、なんで眠っちゃう。なに、やっほー、ちょっと遅くなってしまい申し訳ありません。皆さんこんばんは。あ、一気にめっちゃ集まってる、ありがとうございます。こんばんは。ちょうど今始まりました。ちょっとね、さっき自分の個人 YouTube チャンネルの編集をやってて、結局ちょっと間に合わなかった。やっとさっき更新できましたので、皆さんお時間ある時にね、まあ5分もないぐらいの動画なので、ぜひ後ほど個人 YouTube の方も見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてついにですね、はい、皆さん本日10時からついに配信がスタートしました。みんな見てくれたかな、見てくれましたか、ありがとうございます。あ、 DVD で購入しました。だってありがとうございます。冒頭のインタビューが素晴らしかった。私も実はですね、最初10時に配信スタートしてすぐに携帯で見て、そっからお昼過ぎぐらいに打ち合わせ終わった後にまたテレビでさらに見ました。すごかった。本当にすごかった。冒頭のインタビューもそうなんですが、私が結構感動したのは、最初のまだね、多分まだ見てない方いらっしゃるので、あんまりそんな詳しいことはね、お話あれなんですけど、冒頭のショートドラマがあって、ショートドラマが本当に大変だったんですよ。本当に大変で、なんかいろんなことを覚え出したら泣けてきちゃって、あと冒頭のドラマも結構ね、ちょっと自分で一歩踏み出してこう頑張っていくっていうショートドラマになってるので、すごいなんか泣いた。大学のトイレで行き果てた。あ、すごい、みんなそれぞれのとこで行き果ててる。ありがとうございます。そうなんです、やっとね皆様に映像でご覧いただけるっていうのが本当に嬉しくて。 Amazon 特典なし、あ、そうだったんだ。そう、なんか最初ね、そう、いろいろと、いろんな、まあ、撮影の話とかをすると長くなってしまうんですけど、すごい、今回のこの作品自体が、なんとですね、4日撮りをしております、皆さん。4日撮りです。4日だったんです、忘れもしない7月の後半から8月の初旬?そう、忘れもしない4日間だったんです、私にとって。であんまりデビュー作でしかもね、4日間って本当にないんだって。だからもう結構スタッフさんもみんなね、本当にこう熱中症とかね、私も本当に結構クタクタになりながらすごく頑張ってて、でショートドラマも撮りつつ、インタビューも撮りつつ、で今回のこのね、中の実際にこう絡みのシーンとかも撮ってるので、それを全部4日でやったんですよ。なので本当にもうようやく見れたっていうのと、最後のエンドロールのところで本当にもうなんかね、まあ、これもねインスタのあれ話したんですけど、ストーリーに書いたんですけど、本当にもう一つの映画を見終えたかのような感覚になったっていうね。これ皆さんにとってもちょっと感じ方変わると思うんですけど、私は本当に一つの映画を見終えたような、そんな感覚になりました。本当に濃厚な4日間だったんです。嬉しいですね、本当にありがとうございます。めちゃめちゃエロかった。エマッチ専用のインスタと X のアカウント、お、ありがとうございます。嬉しいですね。2回目の方がいろいろ発見があって楽しかった。冒頭ドラマ良かったです。ありがとうございます。本当にね、もう最初のさ、冒頭のドラマシーンのクオリティエグすぎない？本当にすごいよね。そうなんですよ。本当に映像のクオリティがすごすぎて、すごい嬉しいですね。結構前、そう、7月のそう終わりから8月の上旬だったので、実際そうも、ね、前の活動の時に撮ってた写真集の後ではあるんですけど、本当に夏、私にとっては本当に去年の夏はすごく濃い夏でした。
そうなんですよ、4日だったんですよ。そうなの、嬉しい、たくさんコメント、お尻が良かったとかここが良かったみたいな、なんかすごいみんな書いてくれてる、嬉しい。あ、そう、あとね、これあのちょいちょいなんかこれは意識してるんですかみたいなコメントがあったんですけど、あのオープニングのまだね見てない方ちょっとあれなんですけど、冒頭でタオル一枚でパハーってやってるシーンがあるんですよ。あれはそう、私もね、あの最初台本読んだ時に、あ、このシーンベルちゃんじゃんって思ったら、長浜ねるちゃんっていうね、そうねるちゃんが写真集出した時にね、こう肌あの何タオルでパハーってやってるとこがあって、おねるちゃんじゃんって自分でも別に意識はしてないんですけど、なんか構成見た時に思った。そうなんです、嬉しいですね。あ、トースポのインタビュー見ました、ありがとうございます。今度は吉村さん、吉村さんね、5回ぐらい使います。あ、嬉しい、初見で好きになりました、だって嬉しいですね。主演女優賞を狙って、あ、そっか、そういうのもあるのか。いや、いつか狙いに行きたいですね。やっぱり女優出身だから演技が上手。嬉しい、そんなこと言ってくれるんですか。汗がいい、みんな汗がいいって言ってくれる。今と表情が違くて新鮮でした。そう、まあね、言ってもあの半年前に撮ってる作品なので、だいぶだいぶ顔も違うければ髪も伸びましたよ。そう、デビュー作っていうとインタビューが普通だけど、え、ドラマ、そうなんです。だからもうで前編に今回本当にね、この私の今までの芸能生活のいろんなゆかりのある場所をたどってインタビューをしてたりっていうのもあったりするんで、本当にね、なんかドラマを見てるかのような感覚になってるんじゃないかなって思います。恥ずかしい、まあ恥ずかしい、いやでも私は恥ずかしい、まあ恥ずかしいっていうよりかは、もうやっと皆様に見ていただけるっていうのが僕はでかいかもしれない。そうなんです、そうなんでございます、嬉しいですね。2月に、あ、そうなんです、でイベント情報もね、いろいろとまた発表されたんですけど、改めて皆さん、あの3月の1日に SOD ランドっていうね、新宿歌舞伎町にありますあの女性カラカン、女性専用のカラオケ館っていうのがあるんですけど、その向かい側にある SOD ランドさんで、なんと3月1日にイベントをやらせていただきます。やっとランドに行ける、嬉しい。もう私はね、もうやっぱりこう実際にインタビューとかでも話してたんですけど、もともとやっぱり活動してきた中でファンの皆さんと接する機会っていうのがすごく大好きで、でまあここコロナ禍入ってから2年3年ぐらいは、あのコンセプトカフェっていうね、そうコンカフェで皆さんとよくお話ししたりっていうのがすごく好きだったので、そう SOD ランドに早く行きたいって思ってたんですよ。で、まあ、誕生日がね、またちょっと言うんですけど、誕生日が来週の2月の13日なんですよ。でこう本当はね、誕生日付近でランドでイベントできたらいいなと思ってたんですけど、やっぱリリースイベントが被ってしまうので、ちょっとずらして3月1日に SOD ランドに出勤します。イエイ、やっとランドに行ける、嬉しい。ぜひお待ちしております。時間は、夜の7時から23時まで、3階ですね、 SOD ランドの3階に私いますので、ぜひ会いに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あともう1個イベント情報でちょっとお知らせがあるんですけど、明日からですね、この今回のデビュー作のリリースイベントが2月の18日に秋葉原メディアワールドさんで行われるんですが、これのイベントの発見が明日からついに始まりますので、ぜひ皆さん、店舗でしかねちょっと発見がやってないんですけど、ぜひラムタラメディアワールドさんで明日から発見始まりますんで、ね、限定80名様なんです。私は本当で80人来てくれるかドキドキって感じではあるんですけど、ぜひ皆さん明日から発見ですのでよろしくお願いします。というのと、もう一個、はい、もう一個ございまして、先ほどね、ちょっとまだ私も詳細見てないんでわかんないですけど、先ほど発表になったみたいで、2月の24日になんとですね、大阪でイベントやらせていただきます。ありがとうございます。大阪です、嬉しい。ちょっと待ってね、まだ詳細はね、私ちゃんと大阪の詳細確認できてないので、ちょっと今から見ますね、すいません。大阪のやつはね、昨日一昨日ぐらいになんか送られてきてたんだよね、ちょっと待ってね。そうなんです、大阪でやります、2月の24日、よろしくお願いします。あった、大阪はですね、場所が
これ2店舗、はい、大阪は2店舗回らせていただきまして、まず最初は買取マックス難波店さんでイベントやらせていただきます。そしてその後移動して、これがイベントが一部が買取マックス難波店さんで、一部の開始が12時からですね、12時から3時までイベントやっておりまして、その後に移動してイベント2部がですね、また移動して買取マックスさんの今度日本橋店ですね、日本橋店さんで、やらせていただきます。こちらが2部、イベント2部がスタートが5時からになっておりますので、ぜひ大阪、こんなとこで大阪で、ね、イベントできると思ってなかったので嬉しいです。ぜひお待ちしております。2月24日です。嬉しい。ちょっと一気にね、本当いろんなお知らせが本日いろいろと駆け込んでしまったのでね、すいません、お知らせ続きになってしまって、ナイスジャングルでした。なって汗、みんな汗のこと言ってくれる、ありがとうございます。あ、社内が一番興奮しましたって、汗、ほらみんなすごい汗って言ってくれる、嬉しい。秋葉原行きたくなりました。ぜひお待ちしております。明日発見ですんでね。辛みのシーンがウイしくて、あ、すごいでしょ、あのファンタジーな世界観。お、買ったことないけど発売しようかな。あ、嬉しい。そう、今回結構今まで作品を買ったことがないという方も、これを機に買ってみようかなって言ってくださる方が多くて嬉しいんです。ありがとうございます。ポテンシャルの高さを感じました。田舎住みなので秋葉原に行ってみたい。もう新人女優、ん、最、あ、そこ最優秀新人賞とかもあるんだね。撮りたいですね。色気が出てきた、嬉しい。もう半年前のね、作品がこうやって皆さんにね、こう世にやっとね、こう出たっていうことなのでね、どん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 パワーアップしていってると思いますので、これから楽しみにしていてください。ドキュメンタリーで訪れた場所ほとんど行ったことがありまして、これ多分ね、秋葉原によく行かれる方とかアイドル好きな方とかは絶対にいろいろ、あのね、ほぼほぼ皆さんにもね、多分ゆかりのある地に行ってるんですよ、本当に。嬉しいですね。表情が生々しくていい。お、ランド、みんなランド反応してくれてる、ありがとうございます。嬉しいね。そう、いや、なので一気にこうね、リリースイベントもそうですし、 SOD ランドでのねイベントもそうですし、大阪もそうだし、一気に皆さんでね、もうやっとデビューなんでね、本日やっと皆様にたくさん会える機会が増えますんで、これからよろしくお願いします。嬉しいですね。 SOD ランドの詳細はですね、また後日多分出ると思いますね。私もねちょっと詳しいことは分かんなくて。そうなんです。そう、ワンちゃん、そう、うちの犬です。大阪行けない。あ、大阪行くって言ってくれてる、嬉しい。さっき AV、 さっき見た人って感覚がまあですよね。私はそれ自分で思う、あの、自分でテレビ見てて思った、これは私か思った。本当に明日は昼間仕事で発見に行けない。ああ、結構お仕事の方が多いですね。まあそうだよね、平日だもんね。今日の夕方早速お世話になりました、嬉しい。夕方ついて売り切れはよくある。あ、ちなみに大阪はですね、2階、あの一部2部で50人50人だね。難波店さんで50人、日本橋店で50人。ぜひお待ちしております。この地区料みたいだな大阪行きたすぎる。ぜひ、あ、私も行きたいですなんて、なんか女の子がいっぱいコメントしてくれたら本当に嬉しい。リリベ開けないけど、私 SOD、 あ、 SOD ランドってどうなんだろう、よく行かれてる方ちょっと教えてください汗は正義、めっちゃみんな汗のこと言ってくれてる、ありがとうございます。嬉しいですね。大阪2部両方出た人の得点はありますか。ちょっと待ってくださいね、私まだね、あのイベルトっていうね、そう、イベントホームページまだ見てなくて分かんないですよ。ちょっとほんと私もついさっきもう乗ったこと知ったからさ。嬉しいですね。トークがキレキレ嬉しい。丁寧な丁寧でしたか、嬉しいですね。嬉しい。エマちゃんがずっと好きだったので買いました。初 AV ですなんて、嬉しい。ありがとうございます、嬉しい。月下SOD で買いました。ぜひ皆さんこちらもね、販売今しておりますよ。ここでもね、たくさんインタビュー載っておりますので、ぜひよろしくお願いします。あのウイスキーで乾杯しましょうウイスキーね、今日はね、ちなみにちょっと水で乾杯しようかなと思ってる。お、ダウンロード購入しました。寝る前に見ます。お、嬉しい。嬉しいですね。
ありがとうございます。ヤッホーみんな、わー本物だ。だって本物ですよ。お久しぶりです。お久しぶりです。嬉しい。初めて毎月買う。おお、そっか、なるほどね。イベントはですね、基本みんなの前でこうやるってよりかお一人一人なんかお渡し会みたいな感じで、実際秋葉原のイベントは私が実際でこう皆様にこの DVD とエマ名刺っていうのを今回作ったんですよ。なのでエマ名刺と、これはデビュー限定なので本当にこれ本当このデビューだけのために作っていただいたエマ名刺っていうのがありました。そのお名刺とこの DVD を一緒に私から直接皆様にこうお渡しするっていうのと、あとはね枚数によって一緒にチェキが取れたりとか私物にサインかけたりとかもするので、結構多分お話できる時間があると思いますので、はい、ぜひイベントお待ちしております。みんな脇、そう意外とそのさ脇についても言ってくださる方がいて、なんか脇とさ汗がいいみたいな。嬉しい。買った DVD は配布ぜひしてください、いろんな人に。嬉しいです。ついに自分の居場所が見つかりましたね。嬉しいですね、ありがとうございます。本当にお渡し会で買った方、そうお渡し会もある、そうそうなんですよ。お渡し会の方がね、まあ直接お渡しはできるんであれなんですが、嬉しいですね、たくさん本当にありがとうございます。デビュー作を見てきたが好きなタレントさんこれさっきを書いてる人いたら、ネトラレがどうのこうのって書いて、やっぱネトラレみたいな感覚になるんですかね皆さん。エマ名刺初めて SO、 あ、エソディガンドどうなんだろうね、確かにどうなんだろう。あ、ランドはエマ名刺あんのかな、ちょっと聞いてみる、多分だけど、まあどうだろう、ちょっと聞いてみます。嬉しいですね。吐き声がした早く見たい、ぜひね。やっぱ寝取られの気持ちだったやっぱそうだな、寝取られの気持ちになりました。でも私もね、自分でさやっぱ作品をねこう今日2回チェックしたんですけど、やっぱその昨日ねインスタライブやってた時に話したと思うんですけど、やっぱ私音がすごい、音と映像とかをね本当にこだわりを持ちたいタイプで、やっぱ 4K で見た方がねすごい、やっぱ映像も綺麗だからこそ、やっぱ皆さん 4K で見てるだけじゃないです、 4K ので見れる環境ある方はぜひ本当にテレビ画面を通して 4K で見ていただきたい。すごかった。しかもねやっぱ昨日話したと思うんですけど、ちゃんと音、私ね音の環境すごい良くて、音がちゃんとね後ろからも聞こえてきた自分の声自分の声がちゃんと後ろからも聞こえてきましたよ。嬉しいですね本当に。究極の、あーなるほどね、エヴや究極が NTR、 汗ね、極度の方向音痴、え、そうなの今まで見てきたデビュー作なんか一番ドキドキした、声も最高、そう 4K 対応なんです。ぜひね、私もね実はこれまあもらったんですけど、メーカーさんに、でもこれはブルーレイじゃないかさ、確かさブルーレイだよね 4K とか見れるので、あとテレビがね多分 4K 対応してるかとかもあると思うんですけど、私はねそう自分でパンザで購入したんですよ 4K。 それでテレビで DMM のプレステからつないで見た方がね映像やっぱすごい綺麗だった本当に。まあスマホで見る分にはね全然問題ないと思うんですけど、テレビで見る人はぜひ本当に 4K をおすすめします。埼玉行く中だから売ってない、あ、埼玉にお住みの方に朗報です。私全国セル店巡りというものをねデビュー前にやらせていただいてたんですけど、なんとですね深谷さんで、あれ待って、深谷はね店舗さんがねどちらだったかな、ちょっと待ってくださいね、今調べますね。埼玉にお住みの方も朗報でございます。深谷のねセル店舗さんも回らせていただいてますので、ぜひ深谷に行ってみてください。本当に特設のねコーナーをね作ってくださるみたいなので、ぜひ明日空き場行くけど、ああ DVD はないかもしれない、発見で全力を尽くします、ああありがとうございます。ぜひ明日秋葉原皆さん行ってください。もしかしたら初めて AV スキップしない全部、おすごい、
あ、昔の私を見た後に主張してる興奮の。まあそれもネトラルの感覚だよね絶対。今度こそ会いに行かなきゃ。 4K で AV は家族バレー、家族バレー。確かに嬉しいですね。そうね、新人賞ね、あるみたいなんですね。ちょっと目指して頑張ります。音が後ろから近所迷惑。確かにお昼真っ昼間からさ、私見てるからさ、な2回も本当にそうなんですよ。脇が綺麗でした、嬉しい、ありがとうございます。 4K で見たから膝が赤くなってるの。そうね、 4K だともっとすっごくば、多分汗の細かい細かいところまで見えんじゃない。何より声が最高でした。みんな声がいいって言ってくれ、あ、チュッチュがいいって言ってくれる人がいる、ありがとうございます。私もチュッチュ好きなんです。あ、やっぱみんなすごい、初めてスキップせずに最後から最初から最後まで見たっていう人も結構いらっしゃいますね。テレビの画面は全然違うでしょ。プレステ5見たらもうすごいんじゃない。今プレステ5ほんとすごいもんね。嬉しいですね。作品もらえない、もらえない、そっか、もらえないパターンもあるの。私で欲しいですって言ったらくれた。でも私あの特典のやつも見たい の、 あのこれは通常版なんですけど、あのセルの DVD だと限定 の、 あの特典パッケージっていうのがあって、そちらは特典の映像付きなんですよ。私は結構そっちが気になって、そっちも見たいんだよね。そうなんですよ。 4K はウルトラブルーレイじゃないと 4K じゃない。ああ、なるほどね、そういうことね。石川県民だからなかなかリリビューに行けばかね。私もまた全国ね、そう、この間セル店巡業っていうので全国の店舗さん回らせていただいたので、またね実際にイベントで皆様にお会いできるように頑張っていきたいと思います。仙台はスーパーダブル X さんが特設コーナーがありました。あ、本当ですか。そう、本当にいろんな全国のセル店舗さんで特設のコーナーを作っていただいてて本当にありがたいですね、嬉しい。今までで一番たくさん出ました。あ、深谷分かった。 OKOK ルドジョット石ちょ、待って、普通にコメント入れちゃった。あ、そう、トネ書店さんね。そう、トネ書店さんに、あ、そう、確かトネ書店さんだ、どこだったかな。そう、以前の私の出してた DVD とか、あ、本当にそれこそ高校生の時に出してたイメージの DVD が置いてありましたね、前行った時。我が息子も汗が出ました。 YouTube とインスタライブとすごくない？もういろんなとこから、もうなんか3方向ぐらいから私の声してるってことでしょ。こっちが恥ずかしい気持ち。そう、多分トネ書店さんですね。深谷店さん、そう、トネ書店さん、そう、深谷で、あの、いろいろと反則書きをさせていただいたりとかありましたんでね、ぜひ。確かね、あの、トネ書店さんの深谷の店舗にあった気がする、その高校生の時の私のやつが。沖縄も行きたいね。沖縄も行けるように頑張ります。和室の撮影ってどれくらい暑かった？あ、これちょっと話します、このエピソード。あの、和室の部屋でね、これあの一切今回 PR の動画とかサンプル動画にその2絡み目の和室のシーンって一切出てなかったんですよ、情報が。だから私もどう映ってるか全然分かんなかったんですけど、実際映像見たら、あの本当に暑くて、でなんならそのスタジオのね、その和室の空調が壊れてたんですよ。だから空調壊れてるから、スタッフさんも汗だくだし、私も汗だくだし、代表さんも汗だくだし、もうみんな汗だくだったっていうね。で、私その撮影中に、まあ、髪の毛がまだね、結構これ半年前だから結構ちょっと短かったんですよ。で、もう一糸乱れてるわけだから、もう目の中に汗が入りまくっちゃって、でコンタクトしてるから、なんならコンタクト外れそうになって、もう目がしょっぱいみたいな感じになりながら、本当にね、もう目が開かないみたいな、もう目が汗で痛くてみたいな、本当なんかね、すごかったのすごかったの、本当に。女の子ですが、今配信と動画を交互に見てる交互に見てる、すごい。年間1位、ファンと年間1位目指したいですね、頑張ります、嬉しい、頑張ってすごいね、逆にさ、すごいね。
今セール中だよ。あ、そう、今ね、ちなみにファンザさんの通販ではセール中でして、この特典のパッケージの方はね、今も多分追加再入荷されてなかったり一応キャンセル待ちなんですけど、こっちの通常版のセルの DVD は今ファンド通販さんでは、はい、セール中なので、ぜひこれを機にね、イベント来れないよって方とかはぜひねゲットしていただいて嬉しいですね。特典はどんな内容ですか？特典はね、実際にカメラテスト的な感じで撮った絡みが実際に特典映像として含まれておりますのでね、そちらは買った方にしか見ていただけないっていう、動画では見れないっていうね、このセルの DVD 限定になっております。今 4K 買いました、ありがとうございます。本当に 4K おすすめ、本当マジでテレビの画面で 4K 見れる方は本当に 4K おすすめです。特典付きで買えます交互で言ってすごいよね、すごい。ショッピングモールの階段の隅っこってすごくない？特典映像 DVD、 そう DVD しかないんです。スーパーダブル X さんでイベントお願いします。おー、いつかやりたいですね。全国セル店といったらもうグループより全国は今日ムーちゃんいるよ。ムーちゃんさっきから今ちょっと騒がしいの。そうなんです。お尻は自慢ですか？お尻はね、それこそやっぱグラビアを やっていた時代からずっとお尻推しと言われておりましたので、お尻はそうですね、やっぱり相変わらずだと思います。特典映像ブルーレイ対応してほしかった。あー、は、声や話し方は全然変わってないでしょ、まだ見られない。なるほどね、嬉しいですね。後ろからね、わざと空調切ってるのかと思った。そう、本当に壊れてたんです。そう、カメラもあって、まあ、極力空調消すんですけど、部屋がつながってたりとかしたら隣の部屋とかは空調つけてたりとかはあるんですけど、もう前後あれだったの。隣も壊れて、もうスタジオ自体で空調が確かね結構もうさ壊れててもうみんな汗だくだった、本当にやばかった。あ、ASMR 作品とかってあるんですね、やってみたい、楽しそう。和室の裏話ありがとうございます。透明感がすごい。車内ね、車内すごいお褒めいただいて嬉しいです、ありがとうございます。セーターの穴開いてるよ、これね、ちょっとここだけ穴開けました、すいませんすいません、穴開けました。スターのファンと年間1位はなかなかないはず。ちょっと頑張りたいと思います。あ、特典付きゲットしたよ、嬉しいですね。今日もエマちゃんがめちゃめちゃ可愛い、ありがとうございます、嬉しいですね。ちょっと今日はね、一件、そう昨日さ、一瞬ね、2時間インスタライブやってた中で一瞬ちょっと一回配信を切ってから戻ってきてマネージャーさんといろいろお話ししてたんですけど、今日一件ちょっとね雪の影響でお仕事が一個延期になりまして、でそこはリモートで一個打ち合わせがあって、だから全く私今日お化粧してなかったんですよ、してなくて、で、まあ、昨日この2時間インスタライブやった後にもうこのノリで YouTube を撮っちゃおうと思ってね、昨日 YouTube そのまま流れで昨日深夜に撮ってたんですよ、撮ってて、でそっから寝てって感じだったんで、編集を本当につい夕方ぐらいからさっき動画の編集を始めて、でずっと編集してたから、で久々でね動画編集してたからやばい間に合わないと思って、でやっと9時過ぎ、まあ、10時手前ぐらいでやっと動画が上げられたので、その後にもう急いでパパパパパって化粧して髪を整えて服を着替えてって感じだったんです。今日そうなんです、おやすみなさい。あ、3月1日ランド待ってるよ、ランド待ってるよ、ランドお父ちゃん待ってるよ特典映像は、特典映像はね本当にカメラテストっていう感じなので、なんか公式感がない、うん、なんかこうシンプルな感じになっております。身長の小ささにびっくりしました。身長146センチでございます。すごかったでしょ、和室のシーンをね見ていただいた方は分かると思うんですけど、あれなんですよ、男優さんがね、そう小田切さんっていうね男優さんだったんですけど、小田切さんの身長が182センチで私146センチなのね映像で見たときマジ面白かったわ、本当に。なんかもうこんな感じだって、僕がチューする時届かないみたいな
本当にそうなんですよ、めちゃめちゃちっちゃいんですよ、パーツ、お尻、やっぱみんなお尻を褒めていただきますね、ありがとうございます。昔はコンプレックスだったパーツは、それこそお胸がね、私ずっと小さかった方だったので、やっと適乳、そうなんです、今ね発売中の週刊プレイボーイさんでね、適乳 AV 女優っていう特集で、あのインタビューさせて、させていただいて、そうインタビュー記事が載っておりますので、ぜひご覧ください。 YouTube のデビューまで動画見ました。あー SD のね、そう、あれを見てからさらにあのまた作品を楽しんでいただいて、で作品見た後にまたその SOD の、 あのドキュメンタリーの YouTube 見るとまた違った視点になると思います。嬉しいですね、これを機に昔の映像ね、汗がすごいのはあれは素、そう私は素ですよ、そう汗止まんないからいつも本当に、そうなんです、吉村拓さんと共演してほしい吉村さんね、敵根潤さんの名前見たらみんなデビュー作見てました。おお、そうなんだ、なるほどね、すごいですねね、待って、ね、面白いんだけど、同時視聴しててどっちだったか分かりませんだってめっちゃおもろ、そうですね、そのアナーキスタイルは流行ってるの。でもこれ私ね、このお洋服買ったのも何年前、3年前ぐらいです。最近見なくない、こういう空いてるやつたまに見るけど、もうそんなに見なくない。そうなんです、恥ずかしそうな上見遣いが良かった上見遣いを褒めていただけるの嬉しいですねなんかすごいね、催眠系とかあるの。秋葉で見かけてもまさか作成だと思えない。だからその夏にそれこそね、このドキュメンタリーゆかりの地秋葉原に行った時に、もう確か日曜日だった気がする、日曜日の歩行者天国、真っ只中で、あのね、いろんな動画の撮影してたんですよ。まあね、すごかったよ、ほんとゲリラで撮影してたから、こう人がわずか何の撮影してんだろうみたいな、なんかね、すごかったの、ほんとあの時に、まあ、たまたま出くわしてた人でこの作品見てる人いないかな、そしたらすごくない、あの時の、まあ、忘れてると思うけど、さすがに半年前だからさ、あの時のってなったらすごいよね。作品を見たら髪の毛が今よりも結構短いでしょ、そう半年でだいぶもう髪の毛伸びたのよ、だって半年前多分本当にこれぐらいじゃない、だいぶ伸びたよね、本当髪の毛伸びるの本当に早いの。そうなんです、ジンマシン大丈夫ね、そうなの、だからね、太ももにジンマシン昨日急に出てきたんだけど大丈夫そうだった、ありがとうございます。そうなんです、嬉しいですね、小柄な女の子が好きだって、ありがとうございます、嬉しいですね。 DVD 買う前に月刊 SOD、 ああそう、ぜひね月刊 SOD、 結構インタビューめちゃめちゃね、これ何文字ぐらいなんだろうってぐらい、結構ほんと1ページ全部、危ないほぼほぼね、すごい細かくインタビュー記事書いてくださってるので、ぜひおすすめです。身長差に笑ったような好き , 笑ってたでしょ、本当はすごい、私結構ね、あのデビュー作自分で見て思ったんだけど、まあ、プライベートの、まあね、なんかね笑っちゃうの、そう昔からの癖なんですけど、私あのいたしてる最中笑っちゃうの結構そうなんですよ、ギャップがありますね、抜いてきてありがとうございます、嬉しいですね、自分の敵乳好きが知れました敵乳ではない、敵乳確かこれどっちなの、敵乳敵乳どっちなんだろうね。お尻が最高でした、また福岡に来てください、行きたいね、福岡行きたいよ、福岡博多の滞在時間3時間だったから、本当に汗かきなところまでお尻に似てるとはさ確かにね、それはそうかもね、そうですね、大変だったことは本当に汗が止まらなかったことです、夏の暑い日4日間、そう撮影4日間撮ってたんですよ皆さんだったのでね、で、あと湘南で1日このパケのね、このパッケージの写真とか、あとちょいちょいこうイメージカットみたいのを湘南とかでも撮ってて、あとあれですよ、短編の最初のショートドラマも湘南で撮ってたりとかするシーンがあるんですけど、まあね、てか4日間全部暑かった、全部晴れてたの、
本当に全部ピッカピカで、秋葉原のロケも晴れてたし、湘南も晴れてたし、スタジオのロケも晴れてたし、もう全部晴れてたのよ、よくが私は本当に晴れ女なんです。そうなんですよ、嬉しいですね、本当にいっぱいなんかいろいろ書いてくれてる、嬉しい。あー、しずるの村上さんとラジオはなんか空気感が良かった。あ、あれはね、そうなんですよ、実はまだね、私ヨミこの矢の山として、あの、言ってない、まだデビューしてないっていうか、あの情報解禁前に、実はそのしずるの村上さんと、あの東京、え、東京 FM さんのオーディっていうアプリの中でラーメンを食べながら、ラーメン食べて歩くっていうね、しずるの村上さんの、ラジオにね出演させていただいたんですけどね、そう、年末に撮ってたからさ、まだ発表前だったんですよ。みんなすごい汗かき、すごい汗かきいっぱいいてくれる、ありがとうございます。そうなんです、最近そう、私もパーソナル行ってるのでね、こんばんは皆さん、ありがとうございます。敵入聞き慣れない、私も敵入初めて聞いたよ、敵入って何って思ったもんね最初。オープニングのショートドラマは新鮮でよかったね、あれでもすごい本当感動した、もう映像良すぎて本当に。シミケンさんが大きく見えるぐらいはエマちゃんが小さいんでしょ。その撮影をしていた日、秋葉原いつだったかな、7月の本当下旬のね、土日のどっちかだった気がする。そうなんです、半年前だったら誰も AV だと思う、確かに本当だね。そうなんです、インタビュー見てありがとうございます。大阪で何食べたい、リクルおじさんが食べたいです。リクルおじさんまだ1回しか食べたことないんだよね、本当に。最近ファンになりました、ありがとうございます。あ、ラジオはジャングラーがいるよ、ここにも、ありがとうございます。髪型は変える予定はありますか。ここ数年本当に私1年前までショートだったんですよ。あの、私の過去のインスタグラムを皆さん見ていただいたら分かるんですけど、私金髪ショートだったりとかした時期、本当に去年いろんな派手髪を通り越して、2年前を通り越して、今ちょっとね、またね、昔の自分を取り戻そうということで、今髪の毛を伸ばしておりますんで、だいぶ伸びたね、もうそれこそちょうどお胸の上、本当中間ぐらいまで来てるよ今。どちらも正解だと思うみんなすごい出てるじゃん出た報告めっちゃしてくれる、確かによく笑うなと思った。そう、笑っちゃうの、なんか恥ずかしいと笑っちゃうの、私別に面白いわけじゃないんです、恥ずかしいと思うとなんか笑っちゃうの、照れ笑いみたいな感じです。そうなんです、そうなの、いたしてるっていう言い方素敵、いいですね、ありがとうございます。そう、晴れ女なんです私。矢野さんが攻めている作品ね、いろいろと、もうね、いろんな作品のテイストをね、もう実は撮っておるので、ぜひぜひ楽しみに待っててください。あ、結構ドラマの演技が好きって言ってくださる方が多い、嬉しい、ありがとうございます。今までの経験値が生かされてよかったです。でもこれからもいろいろね、やっぱ今まで自分も舞台をやらせていただいたりとか、まあ、映像の作品とかもやらせていただいてたので、なんかまたね、こう世界は変わえど、意外とあのいろんなね、映像作品とかでもね、いろんな方やられてたりするので、私はね、せっかくずっとやっているものがあるので、今後も続けていきたいなと思っております。村上さんとのラジオはまだ聞けますか。あ、ぜひ皆さんオーディのね、アプリを、まあアプリじゃなくてウェブからも聞けるんですけど、ぜひ未だに聞けますので、あのずっと配信、もうずっとアーカイブも置いてありますので、ぜひチェックしてみてください。汗をかかすために天気の神様そうね、でも私本当イベントごともそうだし、今まで写真集とかもそうなんだけど、ほぼね天気全部いいんですよ。そうなんです。あ、ハイライトはどこの使ってますか。だって嬉しいコメントありがとうございます。ハイライトは私はあのここの周りはあのクリスマスコフレで、あれイプサだ、あ違う、ルナソルだ、去年のルナソルのクリスマスコフレでちっちゃいね、ミニハイライトがついてて、それここに使ってて、ここのお花とここら辺はあのあれで、それこそキャンメイクのハイライトずっと使ってます。手でペッペって手でペッペってやるぐらいなんだけど、そうなんです、キャンメイクのハイライト結構すごいね使えるんですよね。そう、
敵人は何年か前からよく聞いてる。あ、じゃあ意外と馴染みがある人には馴染みがあるんだね。たまに喋り方がおばちゃんになる。そうなんです、おばちゃんになっちゃうんです。そう、2023年7月、そう、7月の下旬から8月のね初めに撮ってたんですよ。 JK ものまだいける。本当にお休みですか。さっきからお休みなさいって言って全然寝ないなって思ったよ。インタビュアーの女性もそうなんです。あのこれね本当にこれ本当にまだ最後まで見てない方あれなんですけど、本当に最後の最後のエンドロールの直前にまたね、あのインタビューがねちょこっと挟まれてるんですけど、そこのインタビューの最後のラストのというなんか本当に私衝撃的だったのみたいな感じの表情してると思うんですけど、なんか本当にびっくりするぐらいっていうね、もうベッドも飛び出るぐらいなんか驚いたことがありまして、気になる方はぜひあのこの作品の最後まで見てみてください。最後で私が本当メンタも飛び出るぐらいはーってなってる顔が見れるんで天気の子、カメラを意識して恥ずかしがってるところギャップが良かった。あら嬉しいですね、ありがとうございます。ドラマっぽい、そうドラマもの大好きなんです。私何作かも今撮ってるんですけど、ドラマものすごい好き。作品めっちゃ良かったです、ありがとうございます。2作目楽しみにしてますって。そう、月1本ねこれから専属なので月1本どんどん出していくので、皆さん毎月お楽しみにしてくれてたら嬉しいです。何のコスプレしたい。やっぱり私はね制服セーラー服とか好きなんですよ。結構制服 JK もの、まあ、たまに教師ものとかもやってみたいよね、いつかね。お誕生日イベントはないの。そうなんです、今回ねお誕生日、もう誕生日が来週2月13日なんですけど、そのちょうど後に2月18日リリースイベントをねやらさせていただくので、今回まあそのリリースイベントでまあなんかできたらいいなと思ってるんですけど、誕生日当日私本当に何にもないんですよ。だから、まあ、インスタライブをするか、もし YouTube がうまいことすごく皆さんチャンネル登録していただけたら YouTube ライブ、もしくはもし皆さん TikTok もね、あの私実はやってるんですよ。で TikTok はちなみにあのまだちょっと更新してないんですけど、まあ、TikTok ライブっていう選択肢もあるんですよね。ちょっといろんなね配信の選択肢あるんですけど、まあ、当日もなんかしら配信、なんか誕生日配信勝手に一人でケーキ買ってみんなお祝いしてくれますか。もうなんか去年のね、そう生誕祭みたいのをね、あのコンカフェで働いた時期だったんで生誕祭やったんですけど、今年はねちょうどデビュー月のイベントがいろいろと重なっちゃってるので、かもしくはねイベント来れないよって方はぜひね SOD ランド3月1日にはいありますので、ぜひ SOD ランドでもね、まだもう3月入ってるけど、まあでもまあねお誕生日直接お会いしてくれる方いらっしゃいましたらぜひお待ちしておりますすごい、メンタも飛び出るマジックミラーボーはいつかやっぱり経験してみたいですよね。作品お世話になりました。自分で見た感想はどうだった。私絶対に結構さあーこここうだこうだとかいろいろ気になるかなと思ったけど、なんか自分でもなんかみんなねすごいさお声が素敵でしたって言ってくださるコメントが多いじゃないですか。私もなんか個人的に自分の声めっちゃいい、なんか自分の声にちょっと興奮した自分の声にちょっとだけ興奮しました。そうなんです。いやもうねこれ2作目までと思うじゃないですか。もう7作目まで撮ってます、実は。はい、もう7作ほど撮って、もう今月は8作目になります。スクール水着もうそれ合法でもなんなんかやばいね結構。そうですね、 VR もいつかやってみたいね。でもこの間主観物をやった時はすごい楽しかったです。 TikTok もフォローします。 TikTok は TikTok って言い慣れてなさすぎてさ全然 TikTok って言えないんだけどこれ全部矢野絵まで調べると一応 SNS 等々出てくると思うのでね、一応 TikTok も矢野絵まにはねちゃんと書いてるんですけど、矢野絵まになってからまだ1回も更新してないちょっとなんか更新しますね。そうやっとねさっき YouTube もさやっと YouTube は更新したんですよ。なのでまあ YouTube はねこれからもいろいろと更新していこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さん YouTube もチャンネル登録よろしくお願いします。
嬉しいですね。 YouTube は矢野山チャンネルで調べると出てくるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いろんなねこういう企画見たいとか、まあ普通に YouTube っぽいさダラダラ喋る、まあいつかだからあの現場の風景とかを本当はね YouTube 撮って載せたいんですよ。で私はそれをデビュー作の時にねやろうと思ったの、実際 YouTube 素材だけ撮っといてって思ったんだけど、あまりにもこのねデビュー作の4日間撮りがもう忙しすぎて忙しすぎて、もう YouTube を撮る時間さえなくてもう余裕もなかったから、そうデビューの時はねそう YouTube の素材撮れなかったんですよ。本当はね撮りたかったんですけど、まあ今後なんかいろいろ撮影現場とかね、そういうなんかこういろいろとこう、うん、なんかなんていうんですか、身近な投稿とかもしていきたいなって思ってるのでよろしくお願いします。やっぱ声がいいって言ってくれるね。寝取れるものなんだか幸せそうで何よりとっても楽しいですよ本当に。そう7作撮ってます。もう矢野山で自主登録した、そうだから私はもう嫌で、皆さんこれ嫌でへんねあれした方が早いと思う。嫌であのどっかの矢野山のあれをコピペして嫌で自主登録しとくともすぐ嫌で出てくるんで楽だと思います。レズモノはいつかやってみたい。私はね女の子同士がチュッチュしてる作品がすごく好きで興奮するんです。いつかやってみたいです。 TikTok もフォローしました、ありがとうございます。そうなんか自分の声をさなんかあ私こなんかさ自分なんか普段さ別にその意識しないじゃないですか。改めて映像で自分の声のねそのいたしてる時の声を聞いた時に、私ってこんな声してるんだみたいな。でその後のさインタビューに戻った時にさ、私たまに今もこうやって喋ってて急に低い声でそう低い声が出たりするんですけど、声の音の幅広って思うなんか自分でも。そうなんです。あ全部登録、あ SNS ですありがとうございます皆さん。やそうでもねさっきそうこれすごいなって思ったのが SOD のねこの YouTube は SOD チャンネルでこの1ヶ月ドキュメンタリーの密着をねずっと更新してたんですけど、自分のね個人チャンネルずっと動かしてなかったから、さっき自分が編集してる時にアップロードする時で2300ちょいぐらいだったんですよ、が今も2500になってんので、なんなら今日もさその今日デビュー日じゃないですか、デビュー日でツイッターじゃない X の、 あのフォロワーさんもすごくすごくお伸びいただいてて嬉しいですよね。 X なんて多分ね昨日おとといの段階で多分7万人ちょいぐらい7万ちょいとかだったんですよ。なのが一気にもう今4000人ぐらい増えてるこの2日ぐらいで、ありがたいですね本当に。皆さんありがとうございます。ぜひ SNS ねいろいろとやっておりますね、ぜひ皆さんフォローしていただけたら嬉しいです。そう7作月1、そう専属今回ねそう SOD スターの専属なので月1本リリースしていきますよ。これから何歳ですか。2月の13日で28歳になります。あそう私のさウィキペディアにすっごく細かくいろいろ書いてあるからね、ぜひウィキペディアから飛んでいただくと分かりやすいかもしれないです。さくらまなさんもいつかお会いしたいですね。何気にレズ作品は結構好き。おいそうなんですね、私もそう女の子がチュッチュしてるのすごい好きなの。すごい、あお名前の由来は何ですか。そうこれもねこう毎回説明してるんですけどあのこれもね名前の由来とかについても一応 YouTube で撮ったんですよ。撮ってるので後日ちょっと改めてあの自分の自己紹介動画を上げたいと思ってはいるんですけど、またね一応ここで説明するとエマっていう字はあのメーカーのプロデューサーさんからいただいてたんですよ。でその候補がいろいろあった中でエマっていう字面がすごい可愛いなって思った時に画数診断をしてしたらその矢野ののの難しい字が出てきて、で私は4文字にしたかったんですよ。苗字2文字下の字2文字で4文字にしたかったから、エマに合う苗字を探した時にその矢野ののの難しいのがヒットして、矢野エマっていう字面も可愛いし、なんなら検索した時に出てこないし、やっぱ出てきちゃってたらちょっと申し訳ないじゃないですか、なんかどなたかとね被ったりとかしてしまったりとかちょっとあれだから、そういうのを含めてこの矢野エマっていう字になります。今はもうすごくね
最初はやっぱねずっと自分で活動してて名前なんて変えたことなかったからさ、こうエヴァちゃんとか言われるの慣れなかったんですけど、もう慣れました、さすがに、さすがに慣れた。そうなんです、嬉しいですね。 YouTube は自分で編集してます、いつも。なんで久々に編集ソフト開いて、どうやってやってたっけって思いながら編集しました。 TikTok へのリンクはプロフィ、あ、SOD の、あ、そうそうそう、一応ね、あるんですよ、ちゃんと SOD の、 LP ページっていうのがあって、そこに全部ねリンクの貼ってたりとかするので、とりあえず多分 Google 先生とかで矢野絵馬って調べていただくと、絶対多分デマンドの LP ページ出てくると思います。本当に可愛すぎるなんて、嬉しいです、めっちゃ女の子からコメントしてくれる嬉しい。うわ、ついに来ました、使ってるコスメを教えていただきたい。ついに来ました、私でよければ教えます。嬉しいですね、私がドレッサーを使う機会が来た。すごいね素敵なドレッサーを買ったんですけど、いつか YouTube でねこういろいろできたらいいなと思って素敵なドレッサー買ったんだけどさ、一回も何もねまだ撮れてないから、せっかくなんで素敵なドレッサー使ってちょっと YouTube 撮りたいと思います。嬉しいですね、嬉しい。ごきげんよう。 X の通知からして、え、X のつ、え、なんかたまにさ X ってさおすすめのさなんかさこう通知来るじゃん、え、やっぱさそれに出てたってことなのかな、嬉しいですね嬉しいですね、嬉しい。みんな言わないけど多分知名度爆上がりだよ爆上がりだってむーちゃん、嬉しいですね、本当に。毎月買えますよ、だって嬉しい、ありがとうございます。今 TikTok フォローしに行こうと思って、あ、そうそう、インスタライブやってるとさあれができないんだよね、なんだっけバックグラウンドだっけ、あれができないんだよね。イベントに参加できたらサンプル持ってくる、ぜひお待ちしております。もうそろそろ28歳になります。ちなみにこれ言われてないけど言いますねすごくもうだいぶお年がねもう28歳とかなので、すごく実用的なものがいただけたら嬉しいですまあ、食べ物とかでも嬉しいんですが、食べ物だとちょっと生物とかだといただけたりとかできないので、っていうよりかは本当にね休息時間とかさ、それこそメイク品とかもそんな、なんか嬉しいですし、すごく髪の毛のねオイルとかもそうだし、すごく実用的なものとかはとっても嬉しいですとっても嬉しいです、嬉しいですね、本当にありがとうございます。大分県に行ったことはありますか？大分県はないんですよ。でも大分県行ってみたい、別府温泉ですよね大分。カチコチ TV いつか出てみたいんですけど、カチコチ TV はね確かメーカーさんがそもそも違うんだよね多分。デマンドの子でカチコチ出てる子っているのかな、どうなんだろう。大分をいつか行ってみたいですね。こないだでもさ本当に初めて全国のねそのセル店舗さんでご挨拶で巡業を回らせていただいたときに、博多は私ライブで行ったことあったんですよ、あったんですけど、広島は行ったことなくて、で広島はそう、ムームーちゃんやめなさいよ、やめてよ本当に、何よ、そう広島がね、そうでも博多も広島もね滞在時間が3時間とかだったの、だからもう本当に移動するだけになっちゃったから、でも広島にせっかく来たからやっぱり原爆ドームっていうのはすごく見てみたかったので、一瞬だけタクシーでタクシーの運転手さんに一瞬だけ寄っていただいて実物を見ることができました。むむちゃんおいで、嬉しいですね。今日はおしゃれなワンピだおしゃれでしょ、おしゃれワンピです、ワンピ、まあ一応、まあ、ワンピ、うん、そうね、まあセットアップ、まだ呼び慣れない、まだ呼び慣れない人もいるよね。今日は撮影だって、今日はね別に何にもなかった何にもなかったよ今日。女性をナンパするレッド、そういうのもあるの、女性をナンパするレッドものなんてあるんですかね、ムームちゃんおいで、おいで、そうやってすぐ物を漁るのはあなたはね本当にね。イベントで会った時に前の名前を呼んでしまいました、それでも全然いいですよ。いや監督さんはいつかやってみたいですね本当に、私はものづくりっていうね何かものを作るっていうのが本当に大好きなので、いつかやってみたい。
久々にカウントダウンしながらの発売。ドレッサーってドレッサー、ドレッサーです。女子力高いって言われる。福島ね、昔郡山とかでね、昔ライブハウスでライブさせていただいたりとかはあったんですけどね、行きたいね。月ともぐらも出てほしい。そう、月ともぐらもちょっとメーカーさん違うんですよ。そうなんです。 DVD はね明日です。明日から、多分フラゲで明日から店頭に並ぶと思う。ぜひ皆さんセル店舗さん行ってみてください。特設コーナーがあるねところもありますね。ムームーちゃん、いや女の子すごい嬉しいですよ。だってもう私はね、それこそずっとね、やっぱグラビアっていう職業をやってきたんですけど、やっぱりこう私もアイドル、女の子のアイドルがすごい好きで、推し活っていうのをよくやってて、よくやってるんですよ私も推し活をね。でやっぱ嬉しいじゃないですか、女の子から応援されるのって。で私もやっぱアイドルのイベントとか行ったりするからさ、やっぱね今って本当にそうセクシー女優さんってすごくいろいろと、三上岩さんだったりとかもそうですし、女性にもすごく支持をされるようなご職業になってきてるっていうのもあって、で私もね美容とかメイクとか服とかすっごい好きだから、やっぱりこう何か女の子の憧れるような存在にもなりたいし、こうやっぱり自分がねこう職業やこっちで始めて、いつかこそ目指してる女優さんの名前でね上がるまでに、まあ、自分もなりたいなって思って始めてるので、とっても嬉しい。ありがとうございます。ムームーちゃん、今いい話してるの、なんでそういうことするの、おいで。嬉しいですね。チリはわかる、まあ大体わかるよ、チリ大体ね、大体プロの団員さんはレベチでしたか。本当にすごかった。そう、シミケンさんのね対談でもお話しさせていただいたと思うんですけど、本当にプロフェッショナルで本当にすごかった。入浴剤、あ、入浴剤とかも全然嬉しいですね。嬉しいです。あとはね、まあ実用的で言うとギフトカードとかそういうのも嬉しいですし、なんか本当に実用的なもの。ムムちゃん、やめなさいって言ってるよね。やさいまになってから怒り方が穏やかになったね。いやさすがにさ、だって前さインスタライブで配信してる時とさ、やっぱ見てる方々のね数も違いますしさ、急に私がねこうおばちゃんみたいに怒り始めたら、急になんかみんな引いちゃうかなと思って、今は結構穏やかにしてる方なんですけど、もしかしたらもう数ヶ月経ったらいつもの私が出てきちゃうかもしれない。ムームちゃん、やめなさい本当に。新潟も行ってみたいね。新潟ね行きたいですよ。怒る時の顔が違う。読んでいただきありがとう。そう、別府温泉ですよね。大分行ってみたいんですよ。温泉とかもすごい私大好きで行ってみたい。感想メールを出したいですが、夜遊びジャングルの収録、あ、次がねちょっと期間が空いてしまうので、もしかしたら、でもやっとあれなんですよ、もうデビューのねこの作品が出たので、で今ねニューヨークさんと文化放送で土曜の深夜3時半から夜遊びジャングルっていうねラジオをやらせていただいてまして、ぜひねジャングラーの皆さん、ジャングラーの皆さん、ぜひともご感想をラジオに送っていただけたら読みますので、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。まだねラジオ聞いたことないよって方もね、ラジコのタイムフリー機能っていうのがありますので、今からでも全然皆さんジャングラーになりますので、ぜひタイムフリーで聞いていただいて、地方にお住まいの方はねラジコのプレミアム機能っていうのがございますので、そちらに加入していただいたらいつでもどこでもラジオ聞きますんで、ぜひニューヨークさんとラジオすごい楽しくて、お二人も一応なんか作品出たら見るねみたいなことを言ってくださったので、ちょっと感想ドキドキします。ドキドキします本当に。そうなんです。お尻のケアは何かしてますか。そうお尻ね、そうお尻はねあれなんですよ、私はやっぱまあもともとこのお仕事する前から、まあ、グラビアの職業はやってたので、お肌とかは結構いろいろ肌の、ね、管理は、ね、気をつけてはいるんですけど、お尻は特にねやっぱね、あと今全身見られるお仕事になったから特に気をつけてて、サロン通ったりとか、あとスクラブとかでね結構角質ケアをしたりとか、あと美白のクリームっていうのがあって、そのクリーム使ってたりとか、本当にもう毎月ね美容に、もう本当に美容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 って感じです。やっぱり皆さんにね全てをさらけ出すご職業になったのでね、ケアはしっかりしていきたいなと思っていろんなケアをしております。
これから作品見ますだって。ぜひこれから見てください。デマンドは雑誌の編集長も、そうすごいんだよね監督。そう私もいつかやってみたいからさ。そうなんかものづくり本当に好きなんです。小さいとお洋服選ぶの大変よ本当にすごい大変なの。町田店では24時から DVD 販売した。おおすごい嬉しいですね。 MC がみなもさんもお会いしたいですね本当に。プロフェッショナルな流儀趣味実用的な言葉がいい。ムムちゃんやめなさい。なんでそういうことすんの本当に。ふえみたいな顔しない。おいでこっち。 あなた今日やらかしポイントいっぱいあるよ本当に。今日やらかしポイント何ポイント目今ね本当に本当にもうね。沖縄も行きたいよ。いつも沖縄来てって帰ってくれるね。ありがとうございます。飯縄温泉出た。飯縄温泉いいな。なんだっけあの女体盛りでしたっけ。見ましたよ。ありがとうございます。こんなねムームちゃんそれ本当にやめて。分かったよ。ちょっと待っててみんなねえ本当にさ。なそなたはさ本当にそういうことだ。待って私何が言ったっけあれねえ。そなたはなんでそういうのさもうかまって。あれ待って私もうフォーロしかないんだけどね。フォーロしかない。フォーロだけだとムーちゃんがまた暴れちゃう。また暴れちゃうよ今。かまってちゃんモード。あ、私のお犬です。自己紹介をよろしくお願いします。自己紹介よろしくお願いしますって言ってるのに全然自己紹介しようもうする気もないじゃんね今ね。もうここにしか行ってないよ今。むーちゃんです。7歳です。もう違うまだ7歳じゃないよ。もうそろそろ7歳です。どうぞ。いや結構毛がモフモフでね来週トリミングに行くのでちょっとだいぶ毛がモフモフなんですけど。ミックスです結構でかいの。おそう結構大きいのねあなたね大きいのね。今もう全くここにしかここにしか目ここにしか集中してない。はいどうぞ。はい一旦終わりです。一旦終わりです。一旦終わり。何を飲まれてるんですか。左右のイメージあでもこれはちなみに水です。あでもね左右はね本当におすすめしたいんですけど寝る前と朝起きてすぐ顔洗い行く最中にお湯を沸かしといて顔を洗ってメイクしてる時間に私は白湯飲んでます。いつもなんかそれねルーティン化すると結構ねすごいこう朝起きてすぐにあのケトルで沸かしてみたいなルーティン化をすると意外とね毎日白湯飲んでるかもしんない。やらかしポイントやばい。またどんどんみんなに初めましての方が多いのにバレていっちゃう。私そうなんです。あの今までね今もずっとねこう名前改名する前からずっとこういう配信系ってやってたんですけど、うちのねこのムーちゃんは配信してる最中に本当にねかまってがすごいんですよ。本当にかまってがすごくて結構キレゲーみたいのをよくやってるんですけど、まだ穏やかな方なんでねまたまた来たまた来たまた来たよ。もうまた来たね。あなたねちょっと待って重いよ。ちょっと重いよ。はいどうぞ。ねむーちゃんさんせっかく見てるのにさお顔 こっちにしたら見る。えあでも今毛がさ伸びてるかおじいちゃんみたいになっちゃってる。でもあなたもうそろそろ7歳よ。あなたももうおじいちゃんの部類に入ってくるのよ。あなたもね本当にむーちゃんです。むーちゃんはかまってさんです。そうなんです。7歳だと同じ。でも犬のワンちゃんのさ犬の7歳っても結構さ40過ぎぐらいだよねシーズンまだってないんですよ。ペキニーズっていうワンちゃんとあのビションフリーゼっていうワンちゃんのミックスなんですよ。そうなので下の歯がチャームポイントなんです。 今も下の歯見えてんだけどね。そうなんです。あでもちなみにあの今日ねずっと私テレビであの自分の作品をねさっきチェックしてたんですけど、そのなんか分かんないんだけど見てる最中すごいねなんかブーちゃんがムッとした顔すんの。なんか住んでた顔するのね。すごいだからもしかしたら前世が多分人間だったんじゃないかな人間だったのかもしくは前世知ってる人なのかなだからなんか私の声その一体してる姿を見せないでっていう感じなのかもしれない。本当になんかねすごいジロッみたいな顔してるのずっとずっと
みたいな顔しててさ、なんか穏やかな表情じゃないわけ。本当にそうなんです。むーちゃんは擬人かダイエットのがバレちゃった、バレちゃったよ。でむーちゃんバレちゃったよ、これダイエットって言われた、バレちゃった。かわいいな。だってヤドムム、この間のインスタライブが初めましてだったけど、ああ嬉しいです、一気にファンになりました。だってありがとうございます、嬉しい、嬉しいですね。むーちゃんも解明するの左右って言われても道重さゆみさん確かにね、左右確かにそうだよね、道重さんね、毛が伸びたね。むーちゃんもそう、むーちゃん思春期なのかもしれない。ビションフリーザは一生覚えられない。ペキニーズも、まあペキニーズはあれか、でも確かにビションはあんまり馴染みがないもんね。最初から最後までちゃんとフルでチェックしましたよ、2時間以上むーちゃんはね現場に、まあ、そう、あのね、うちのワンちゃんがそう現場に連れて行けるほどの体格じゃなくて、今ちょっと体重減ってきたから5キロぐらいなんだけど、一時期7キロ弱ぐらいあったんですよ。で怖いんだけど顔、何何僕の体重の話してんだよ的な目でめっちゃ見られてる今。で今ね毛がね結構モフモフしてきてて、こう胴長だからひょいってできないんですよ。だから現場とかで全然連れていけないのよ。そうなんです、興奮してるのかな、もしかしたらもしかしたらむーちゃんも興奮してるのかもしれないね。そうなんです、思春期だったら我慢できん確かにそうかもしれない。むーちゃんも、むーちゃんも今思春期なのかしらね。すごいなんか今体重の話したらやばい、体重って言ったら急にジロって見られた、怖いよ。名古屋にも来てくれ、あそう、名古屋はちなみにあの全国セレ店巡りをしてた時に、名古屋の店舗数そう4店舗さん回らせていただいたんですよ。でいろんな店舗さんにご挨拶して、特設コーナーみたいの作ってくださってて、特にすごかったのが名古屋の駅前の名駅の店舗さんが、する店舗さん本当にすごくて、そうめちゃめちゃ嬉しかったんですよね本当に。むーちゃんまあまあ大きいでしょ、むーちゃんの食欲と自分の食欲まあね、その三大欲求はつながってるって言いますから、確かにそうですね。待って、あっという間にさ、またあっという間に1時間以上も話してました。今23分だから半になったら終わろうかな、23時半で終わりますので、あと残り7分ちょいですが、皆さんお付き合いいただけたら。自作は次はね、だいたい1ヶ月に1回のスパンで出すんで、1ヶ月後とかじゃないかな。ねむむちゃんそれやめてって言ってるよね、本当にね、多分1ヶ月後だと思います。高知には行ったことあります、高知県ないの。四国は香川県はね、この間そう回らせていただいて、そうなんですよ、行きたいの。香川県すごい好きでさ、ねえ何本当に、なんでそう、もう本当にさ行ってみたいね。現場のお弁当好きですか、現場のお弁当美味しいの、ほんと金兵衛は美味しいよね、現場のお弁当すごい好き。やっぱ体力勝負だから、なんだかんだ食べないとさ、やっぱね倒れちゃったりしても問題だからさ、頑張って頑張ってます。ムームーちゃん、なんでそうやってすぐ戻るのあなたすごい勢いで戻ってきた。青森ね行ったこと、青森行ったことないんです、行ってみたいね。東北の方、山形でね昔お仕事をあのやらせていただいてた時期があって、山形は月1で行ってたんですけど、あと郡山とか仙台とかはライブで、それこそライブハウスでライブさせていただいたりとかあったんですけどね。そう、うどん県、そうかな、うどん県だもんね。初めてファンになりました、だって嬉しい、ありがとうございます。エマさんのファンは男性の方が、まあ今までのねご職業的にやっぱグラビアの職業は圧倒的にやっぱ男性が多かった、中にはね女性のファンの方もいらっしゃったんですけど、多くはなかったので、私はやっぱりねこの世界に来てからにはやっぱり女性のファンの方を増やしていきたいなって思っておりますので、皆さんよろしくお願いしますね。なんでだからさ、むーちゃんそういうことするのって言ってるじゃんね、本当にさ、なんでさすごい勢いで飛んできたねえ、なんでそういうことするの、今もうあなたは私を見てくれないのね、一切見てくれないのね、あなた私ここここにしてくれ、あ見えたから、あこのねチャームポイント、この下の歯です、下が
顎がしゃくれておりまして、下の歯が随時見えておりますんでここにやんないと見てくれないでも今結構ブーちゃんモサモサだから画面越しだと結構モサモサ折ってるねそう、体力はやっぱハードですね。一日で全部取り切ってるので、最近はもうね、後半の半分ぐらいムーちゃん叱っているな今日まあいつもねそんな感じなの、実際あの私が今まで配信してた時ってそういうのです。なんだのストリーミングの特典、ストリーミングの特典、そうなんです。いずれは47届け行ってみたいね、行ってみたいです。歯が可愛いだって。コンプリート作品、コンプリートしたらいいこと、いいことあるよ今のうちにね。皆さんね、こうファンになっていただいたらね、やっぱマウント取れるじゃん分かんない、マウント取る人いいのかな分かんないけどまあデビューの時から見てるよみたいな感じにね、こうできると思うので、ぜひ今日から皆さんファンになってください。 SOD の皆さん、チケット制どうなんだろうね。ちょっとランドの詳細がまだ分かんないので、分かり次第皆さんにお知らせしますね。イベントで福岡行きたいんですね。そう、福岡はね、そうセルテンポさんで、ね、回らせていただいたので、福岡、そう太宰府インターさんっていうね、そう太宰府、そうインターチェンジの近くにあった道、あれ道処方さんかな、道処方さんっていうセルテンポさんでやらせていただいたんですけどね。そう、確か福岡とかでもイベントやってるっぽいので、いつか行きたいですね福岡ね。最近あのさっきやってた私の推しの渡辺美穂ちゃんっていうね、元日向坂46の渡辺美穂ちゃんって子が好きなんですけど、美穂ちゃんが博多でイベントやるのよ、博多でやるのイベント。ちなみに渡辺美穂ちゃんのカレンダーを飾っているんですけど、あのファンクラブのカレンダーが博多とか撮ってて、私もカレンダー博多で撮りたいとか思っちゃうんだよね本当にあの私を推し活してる時が一番の生きがいなので、はい、ファンになりました。みんなファンになってくれてる、ありがとうございます。マジックミラーコはいつかやりたいです。嬉しい。ポール好きムーちゃん、今なら子さん、そうよ、そうそうそう、皆さんデビューの時から知ってるよってみんなにぜひアピールしてください。嬉しいですね。反則活動大事、おばちゃんになる。やばい、またおばちゃんになっちゃってる。ファン参加型の席、あーなんかあるよね、そういうのね、いつかやってみたいですよね、そのね。そうよ、子さんです、お願いします。子さん知ってるよそう、私結構ねもう活動で言うともう13年ほどやらせていただいてたんですけど、やっぱ皆さんね、こうお会いした人っていうのは、まあお名前言ってくれたらそれも結構ね、で何回も来てくださったらもう完全に何覚えてるのでなのでぜひね、皆さんこれからイベントたくさんやっていくと思うので、何かまた身近な親近感を大切にしていきたいなって思っておりますので、ぜひね直接会った時とかにね、なんてこうなんか名前呼んでくださいとか、なんて言いますとか自己紹介してくれたらね、全然あのこう分かるので、ぜひよろしくお願いします。嬉しいですね。あ、配信も早速購入しました、ありがとうございます、嬉しい。皆さんぜひね、寝る前、この後寝るね、多分みんな寝ると思うのでね、すっきりしてから寝るっていうのも確かにありですね。今ちゃんはよく喋るよく喋るよく喋るでしょ、本当にもうこの感じ、あの通常運転なので、そんなこと言ってたらもう半になっちゃった、23時半になりましたんでね、もうそろそろ、はい、配信終わりたいと思います。改めて、待って逆だった、改めまして本日ついにデビューしました。そして皆様のお手元にね、配信が始まって、明日からはねセルの DVD もスタートしますので、フラギですがスタートしますので、ぜひ皆さんね、やっと本日デビューで、やっと今日から矢野絵馬としての第二の人生が改めてスタートした大事な一日となっておりますので、今日もね、大雪、雪、大雪、昨日から今日にかけても雪、もう忘れられないデビューになりました。本当に皆さんありがとうございます。これからね、もう今何本も撮ってはいるんですけど、これからもいろいろと頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひね、そう、あの、口コミとかもね、皆さん書いていただいて、ファン座の方もね、ぜひ盛り上げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして、明日から2月の7日、明日ですね、明日、
あのイベントの発見も秋葉原ラムタラさんメディアワールドで始まりますので、ぜひ2月のね18日にリリースイベントやらせていただきますので、ぜひお待ちしております。そして2月の24日に大阪でリリースイベントもねやらせていただきますので、詳しくはイベルトっていうね、あの女優さん専用のイベントのサイトがあるので、ぜひイベルトご覧ください。私もね随時告知していきますのでよろしくお願いします。そしてあとまだあります。3月の1日に新宿歌舞伎町にあります SOD ランドという場所で私ねまたイベントやらせていただきますので、 SOD ランドは一緒に飲んでお酒が飲めるぞっていうね本当に素晴らしい場所なんです。私もまだ行ったことないんですけど、本当に素晴らしい場所で、私あの本当に通常運転でこういう感じでやらせていただいてるので、 SOD ランドの場合はねみんなでこう飲んで盛り上がってこうみたいな感じなのでね、ぜひ SOD ランドでもお待ちしております。はい、ということで今週もあとね1個もう1個告知が実はありまして、今日火曜日でしょ、金曜日あたりねもう1個告知がございますので、ぜひ楽しみにしててください。すごく素敵な告知がもう1個ありますのでという感じでお送りしてきましたが、キレがいいぜひ、あ、見ました、ありがとうございます。ということで皆さんね、これからこのデビュー作大切にまたしていきたいな。で、また2本3本ムームーちゃん2本目3本目も頑張って、これからもずっとね末永く頑張っていきたいと思っておりますので、矢野山の応援よろしくお願いします。あと YouTube もね、先ほど個人 YouTube を久しぶりに更新したので、ぜひ YouTube まだ見てないよって方はチャンネル登録をしていただいて YouTube 見ていただけたら嬉しいです。あと TikTok とかもやっておりますのでね、 TikTok もぜひフォローしていただけたら、あと X もやっておりますので各種 SNS やっておりますので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。で、ちなみになんですが、ちょうどですね1週間後の2月の13日に私誕生日を迎えますので、なんか誕生日配信をどっかの媒体でSNS でやろうと思っておりますので、ぜひ誕生日配信きっとすると思うので、またお付き合いいただけたら嬉しいです。ということで、それでは皆様ご覧いただきましてありがとうございました。アーカイブ、そうだね、アーカイブせっかくだからまたちょっと残してどっかで消します。ということでタンプレぜひお待ちしております。実用的なものをお待ちしております。ということで皆様、これから本日デビュー本当にありがとうございました。これから末永く矢野山の応援よろしくお願いします。ということで、バイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさい。皆さんも気をつけてね。気をつけてお休みなさい。バイバーイまあ終わりますって、終わりますので少々お待ちいただいてもいいですか。バイバーイありがとうございました。おやすみなさい。